の友人、風に乗り、いろいろ自分が感じたことを俳句って形で表現するようにまでなったっていうのは本当に大きな喜びでした。親としては俳句と出会い、のびのびと成長していた凛太郎くんだったが、小学校入学と同時にその状況が一変した。同級生からいじめを受けたのだ。